トロ、おばさん、何かの理由で電話が回復したのかも。マリアちゃんたちからの緊急の電話の可能性もある。そうだぜ。それにもうち犯人からの電話だったらちょうどさ、話を聞いてやろうじゃねえか。それにどうせ電話だ、受話器越しに何をほざいたって痛くも痒くもないぜ。おばさんが取らないなら俺が取るぜ。私が取ります。もしもし、歌って何ですか、おばさん。わかりません。電話の向こうでかすかに誰かが歌っているのが聞こえます。何のことやら。ちょっと受話器を借ります。もしもし。おい、もしもし、誰だ、返事をしろ。歌ってるのはマリアなのか。返事をしてくれ。何が起こってんだよ。どういうことだ。わからねえ。一つ言えることは、多分これは罠で、そしてマリアが危険だってことだけだ。行こう。罠かもしれないことは分かってても、行かないわけにはいかない。ああ、まったくだぜ。ジェシカと夏井おばさんはここにいてくれ。お待ちなさい。あなたたちだけに行かせるわけにはいきません。私も行きます。私だけのけものかよ。冗談じゃない、私も行くぜ。そうだな、その方がいいかもしれねえぜ。電話が俺たちをさらに分散させる狙いがあるってんなら、留守番を残すのは適当じゃねえ。議論する暇も惜しい。みんなで行こう。
マリアちゃんは確か客間でテレビを見たいと言ってたよね。階下に降りてみよう。そうですね、行ってみましょう。みんなは周りに用心して。おい、僕はずっと思ってたんだ。カノン君のように胸にあのアイスピックを突き刺すことは不可能ではないと思う。でも母さんたちのように頭蓋骨を打ち抜いて眉間に突き立てるなんて簡単なことじゃないと思うんだ。犯人はそれだけバカ力ってことか。多分あのアイスピックを飛ばす、あるいは打ち込む射出機のような武器があるんだよ。人力だけであれだけ深々と衝突するにはあの絵は短すぎる。いずれにせよ頭蓋骨を打ち抜くほどに強力です。カノンの傷も肺にまで届いていたそうです。もし相手の姿を見ても決して前に出ないように。私の後ろから出てはいけませんよ。扉は僕が開ける。夏日おばさんとバトラ君は武器を構えてて。わかりました、気をつけて。開けると同時に攻撃してくるかもしれないぜ。超人兄さん注意して。うん、じゃあ行くよ。Thank you.
開いた。ありがとう、ジョージ君とジシカは。後ろに下がって。おばさん、一気に飛び込んで。左右に分かれよ。扉を開けてボサッとしたら、例のアイスピックがど真ん中に飛んでくるかもしれねえぜ。承知しています。いいですか？やっぱ嫌だって言いてえな。行きます。桜の花の花から花へ止まれよ遊べ遊べよ止まれちょうちょちょうちょ菜の葉に止まれ菜の葉に会いたら桜に止まれ桜桜の花の
マリア、これはどういうことなんだ。誰がやった。おう、テアトリーチェ。いい加減にしろ。よすんだ、バトラ君。マリアちゃん、今度こそ君は3人を殺す犯人の顔を見たはずだよ。犯人は君に手紙を渡したというベアトリーチェなのかい。おう、ベアトリーチェ。ああ、ならこれで確定したぜ。19人目はいるんだ。ベアトリーチェは実在するんだ。じゃあマリア、これくらいは教えてくれるよな。奴はこの3人をどうやって殺したんだ。何をどうやったらあんなむごい殺し方ができるんだ。知らない。知らねえってことはねえだろ。この部屋での出来事だぞ。歌を歌うのに夢中で気づかなかったとか言い出すんじゃねえだろうな。落ち着いてバトラ君。マリアちゃん、僕と お話ししようね。マリアちゃんはどうして壁を向いてお歌を歌っていたのかな。うん、ベアトリーチェがここでね、壁を向いてお歌をずっと歌っていなさいって言ったの。うん。じゃあベアトリーチェがここへやってきたんだね。その時にはまだゲンジさんたちは生きていたんだよね。うん、みんなで客間に来て座ってた。ゲンジさんはちゃんと鍵をかけてたよ。確かに鍵はかかってたが、じゃあどうやってベアトリーチェは客間に入ってきたってんだよ。おお、でもベアトリーチェは魔女だから鍵なんか関係ない。長女になって扉の隙間から通り抜けてきたんだよ。はあ、冗談も休み休み言いやがる。そんなわけねえだろ。お前は何を言ってやがるんだ。信じられないよね。だから言いたくなかった。どうせ言っても信じないよ。でもベアトリーチェは魔女なの。不思議な魔法で何でもできるの。だからベアトリーチェは鍵のかかった扉なんか全然関係ないんだよ。それで現れたベアトリーチェは、そしてみんなはどうしたの。ベアトリーチェは言ったよ。おじい様の書斎は強力な力に守られていてどうしても入れない。だからあと3人の生贄はこの客間の4人の中から選ぶって。みんな嫌だって言ったよ。熊沢さんは嫌だ嫌だってすごい言ってた。でもベアトリーチェは選ぶよ。どうしてだと思う。バトラがマリアの安全を祈って念を込めてくれたあの火星の碁の魔法陣のサソリのお守りがあったからだよ。だからその力でベアトリーチェはマリアにだけは何もできなかった。だから生贄はマリアじゃない3人に決まったの。そしたら